優れたゲームは、今や全世界共通のコンテンツである。そして、ハリウッドをはじめ世界中から実写映画化のオファーが後を絶えない。しかし、ゲームの実写化は非常に難易度が高く、ことごとく失敗している作品がほとんどである。今回はそんな中から、ゲームファンのみではなく、映画ファンからも喝采を受けたハイクオリティな映画5本を紹介する。 今回は第2回。ブン・ザック・キー。オータル・コンバット。2021。監督、サイモン・マッコイド。脚本、グレッグ・ルッソ、デーブ・キャラハム。出演、ルイス・タン、ジェシカ・マクナミー、ジョシュ・ローソン、浅野・忠信メカットブルックス。ルディ・リン、マックス・ハン、チン・ハン、ジョー・タスリム、真田博之作品内容。 胸にドラゴンの形のあざがある総合格闘家のコールヤング、ルイスタンは魔界の皇帝シャンツンからの死却サブゼロに狙われる。その後彼は特殊部隊少佐のジャックス、メカットブルックスの指示を受け、地球の守護者であるライデン、浅野忠信の寺院を訪れる。そこで太古より続く格闘トーナメント、モータルコンバットの存在と、 自身が魔界の敵と戦うために選ばれた戦士だということを知る。注目ポイント。本作は対戦型格闘ゲーム、モータルコンバット、1992年を映画化したアクションアドベンチャー。主人公コールをデッドプール2のルイス・タンが演じ、日本からも真田博之と浅野忠信が参加している。原作ゲームは、 激しいバトルや残虐描写が特徴的。戦いに負けた相手にとどめを刺す、フェータリティ、フェータリティと呼ばれるグロ描写が物議をかもしている。一方、本作では、原作の抑えるべきところを抑えながらも、オリジナルキャラクターであるコールの修行と戦いの日々を描いている。一般的に、ゲームやコミックの実写化作品において、 原作に登場しないオリジナルのキャラクターを登場させるのは大きな賭けである。しかし、本作は、その賭けに見事に成功している。コールが、魔界の戦士を倒すべく人間界の戦士として成長する過程を書くことで観客の共感を呼び、古参のゲームファンからも概ね好評を得ているのだ。なお、本作には日本人俳優陣が多数出演。 中でも、ハサシ半蔵役の真田ダ之、ロ電ライデン役の浅野忠信は、安定感のある芝居とバッチリ決まったコスチュームが話題を呼び、国内外で絶賛の声が上がっている。古参のファンも原作に触れたことのないファンも、双方が楽しめる映画となっている。